江島漢方元年4月10日は、江戸時代中期の江戸城を多くお年寄り。名前は、江島が正しいとされる。歌舞伎役者、生島慎五郎と共に、江島生島事件の中心人物である。本名は三木。江島囲み屋式典な元年、甲府藩士、引田彦四郎の娘として誕生。三河国に生まれ、江戸で育つ。ジップ、彦四郎の死後。 母が旗本、白井平門妃里氏に再婚したため、その養女となる。はじめ終わり徳川家、ついで、甲府徳川家の桜田御殿に仕え、藩主、徳川綱とが、江戸幕府六大将軍になるとともに、大奥入りする。家の部の側室で七大将軍、家継の聖母である、沖与の方に仕え、その右腕とも言われていた。聖徳四年、月光院の名城として、 前将軍、家信部の墓参りのため、奥女中の宮寺らと共に、寛永寺、増上寺へ参詣。その木と、小引町の芝居小屋、三村座に立ち寄って起状が遅れ、門限に間に合わなかった都がで表情書の審理を受ける。三村座の役者であった、生島慎五郎との密会を疑われ拷問に、かけられたが、彼女は自白しなかった。 死罪を厳じての遠藤と採決が降りたが、月光院が原刑を嘆願したため、結局は、島の高東藩へ流された。また、連座者として旗本であった、イボアに白井平門勝政は残首弟の豊島条慶は重追放の処分を受けた。江島は屋敷に遊兵され、朝夕二度、一十一歳の食事を取り、酒、菓子類を口にすることを禁じられ、衣服も、 木綿のもののみと定められた生活の中、お経などを読んで時を過ごしたという。しかし、大奥在籍の頃から進行していた日練習の連下寺に行くことは許された。大奥のことを一切口にしなかったほどの精廉な姿勢によって後に高遠藩の藩主に一目置かれるようになったという。現在では高遠城市公園に隣接したいな立高遠町。 歴史博物館の敷地に、江島が遊兵された建物が復元され、江島囲み屋敷として公開されている。王子は、老中の指図で城下から一里離れた日持ち、村日ち平にあった。一見、普通の屋敷のように見えるが、庭に面した、格子戸は、はめ殺しで開けられず、唯一の出入り口の脇には詰書所が設けられ監視人が、 配置され、板塀の上には二重の忍び返しがあり、外部と完全に隔離されていた。つまり、事実上監獄であった。手紙のやり取りも許されなかったという。しかし、教法7年に、高藤藩主内、藤より教が、江戸画廊の乃木田具に、江島の斜面探願書を届けさせ、翌年月番老中、安藤信友から、内藤家の江戸藩邸に、 飛行式ながら、これを許可するという達しがあった。そのため高東城内での寄居が、比較的自由になり、囲い屋敷の周囲の散歩が認められ、藩主や内藤クランドの行為で月に何度か登場し、城に勤める女性たちのしつけの指導をするようになった。そして、27年間の遊兵生活の後、漢方元年に風邪をひいて全身がむくみ始め、それが元になって死去した。 墓所は、高藤の蓮華寺にあるが、大正5年に公園を訪れた、田山家体に発見されるまで、長らく放置されていた。後に、東京の歌舞伎関係者によって墓を囲む玉垣が、奉納された。奉名は、信幸妙立美女大師。ありがとうございます。